こんにちは、ちゃんみおです。今日はですね、お座敷スタイルの方法を紹介したいと思います。キャンプは夏だけで他の季節はちょっとっていうキャンパーさん多いんじゃないかなと思うんですけれど、実は夏以外のキャンプって汗をかきにくかったり虫がいなかったりと結構過ごしやすいと思うんです。ぜひ挑戦したい方参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。お座敷スタイルとは、チェアを使わずに直に座るスタイルのことを言います。靴を脱いでくつろげるので、そのまま寝られたり、椅子から落下の心配がある小さなお子様がいるご家族でも安心してキャンプができるなど魅力あるスタイルです。例えばコールマンのタフスクリーンやスノーピークのランドロックなど、ツールームタイプのテントにはとてもおすすめです。また寝室と前室が分かれていないワンポールテントでもお座敷は作ることができます。今回はツールームタイプのテント、ラーテルワークスのバルライトを使ってお座敷を作っていきたいと思います。それでは早速お座敷スタイルを作っていきましょう。まずは一番下に結露や汚れを防ぐためのフロアシートを敷きます。お座敷スタイルで使うおすすめのフロアシートは、このように四隅が立ち上がっているタイプのフロアシートです。四隅が立ち上がっていると虫や砂などが入りづらくなるため、お座敷内が汚れにくくなるメリットがあります。また冬場は冷気が入りづらくなるのも嬉しいです。四隅が立ち上がるタイプで有名なものの一つとして、コールマンのリビングフロアシートがあるのですが、価格が1万円を超えてしまうのでちょっと手が出しづらいのと、ちょうど売り切れてしまっていて購入ができなかったので、私なりの3つの条件で探してみました。1つ目、テントの全室内に収まるサイズで大人2名がゆったりできるサイズであること。2つ目、撥水加工がされていること。3つ目、1万円以下であること。この条件で探して見つけたのが、アウトドアマンのウォールアップレジャーシート。価格は3940円、サイズは 200cm×200cm、大人2人が寝転がれる大きさで、表裏ともに撥水加工がされています。中でも気に入っているポイントはシートの厚さです。このシートはニードルパッチコットンという天然繊維が中綿として使用されていて、かなり厚手になっているので直接座っても心地いいくらいの厚さになっています。素材は表地がポリエステル、裏地は210デリールのオックスフォードで、両面とも撥水加工がされています。ただ防水加工ではないので、雨キャンプで使用する際はいつも使っているグランドシートの上に敷くのがおすすめです。四隅とそれぞれの中央にあるスナップボタンをはめていくと四隅が立ち上がります。また四隅にはループがついていて、付属のペグで固定できます。このシート単体で使用する際はペグで固定すると吹き飛ぶ心配もなさそうです。これから春に向けてお花見でも大活躍するんじゃないでしょうか。フロアシートは各メーカーさんから様々なサイズや形が販売されているので、お使いのテントに合わせて探してみてください。フロアシートを広げて前室に設置したら、テンションをかけてペグダウンし固定します。今回はお座敷をより快適にするために四隅が立ち上がるタイプのフロアシートを紹介しましたが、防水性のある通常のグランドシートでも代用可能です。リビングフロアシートが設置できたら、銀マットを敷きます。銀マットは冬場は銀の面を上にすると熱を保温する効果があり、夏場は銀の面を下にすると地面から伝わってくる地熱や湿気をカットしてくれます。またクッション効果もあるため、ゴツゴツした地面でも快適に過ごすことができるようになります。厚さ 15mm など厚手のものの方が銀マットの効果が大きいのですが、その分コンパクトにはなりづらいため、今回は厚さ 8mm のものを用意しました。折りたたむとこんな感じの大きさです。フロアシートの上に敷いていきます。次にラグを敷けばお座敷スタイルは完成なのですが、寒い季節は銀マットの上にホットカーペットを敷くと寒さ対策になります。ホットカーペットは AC 電源が必要となるので、ポータブル電源を持ち込むか AC 電源がついているサイトを予約します。ここで注意したいのが、ポータブル電源の容量と出力です。ホットカーペットは消費電力が大きいため、ポータブル電源も大容量、大出力のものでないと、そもそもホットカーペットが使えなかったり、使えても長時間使うことができない場合があります。例えばこのパワーアークだと、容量が 626Wh、通常出力が 300W です。このポータブル電源で 300W のホットカーペットを使用した場合、2時間程度しか使用することができません。ホットカーペットを利用する際は、使用時間を考えなくてもいい電源サイトを予約する方がおすすめです。この際、5メートルから10メートル程度の延長コードがあると、電源の位置を気にせずに設営することができます。寒い時期はあんまりキャンプへ行かないから買うのはちょっとなーというキャンパーさんは、プチプラでレンタルできるサービスもおすすめです。私がいつも利用しているレンテさんでは、ホットカーペットと延長コードを2泊3日2750円でレンタルすることができるので、とてもおすすめです。
最後にラグを敷きます。フォトカーペットを敷く場合でもラグは必ず敷きます。フォトカーペットの上に直に長時間座ってしまうと、気づかないうちに低温やけどに陥ってしまうことがあります。低温やけど対策として必ず敷くようにしましょう。これでお座敷が完成しました。この日はまだ寒かったので、ウッドロールテーブルの足と天板の間にシュラフを挟んでこたつにしてキャンプを楽しみました。ここからはお座敷スタイルがもっと快適になる3つのアイテムを紹介したいと思います。それではですね、まず1つ目、もうこたつから出なくていいようにこたつの中に用意してます。こちらです。じゃん、マルカの湯たんぽ。創業100年の老舗湯たんぽメーカー、マルカの金属製湯たんぽは冬キャンパーには定番のアイテム。ゴム製の湯たんぽ、あとお湯を沸かして、でそのお湯をこの湯たんぽの中に注ぐっていう作業が必要かなって思うんですけど、このマルカの湯たんぽは直火ができるので、焚き火にそのままくべられちゃったりもして、すごく便利なアイテムになってます。でこのマルカの湯たんぽ何に使うかっていうと、この今私が座ってるこのこたつの中にもう入れちゃって、こたつの中を温めちゃいたいなと思います。じゃあもう温めていきますね。よっと、この火つけるときポイントなんですけど、火つけるときこの蓋必ず外して温めてください。そうじゃないと外して危ないので、外して温めます。じゃあ温めていきます。でこの湯たんぽは本当驚くことに、夜温めれば朝起きる時までずっと温かいので、寒がりの人とかね、本当におすすめです。この付属のね、袋がモコモコの袋がついてるんですけど、これはねかなり手触りがすごい気持ちよくて、もう結構使ってちょっと汚くなってきてます今音聞こえますか？ちょっとね雨が降ってきたんですけど、そんなこのこたつあるせいか、そんなに寒くなったりとかしてないですね。いや快適快適。じゃあお湯が温まったので止めます。この蓋を閉めます。で袋に入れる時なんですけど、これがすごく熱くなってるので、必ず軍手とか手袋をして袋に入れてください。でね、もうめっちゃあったかいですね。もう最高。こうやって抱きかかえてのミニスケ、ちょっと今日はねこたつがあるので、こたつに入れて温めようと思います。はい、じゃあ次のアイテム紹介します。こちらです。キャプテンスタックのグラシアフィールドザイスです。今ねこんな感じでちょっと背もたれがないんですけど、もたれかかりたいという時にもたれかかれないので、寝っ転がるしかないんですよ。座椅子があれば快適にもたれかかれるのでおすすめです。重量は 530g、 重くないので大きめのリュックに入れれば持ち運べます。他のフィールド座椅子と違うところは、なんといってもこの足がついてるところです。こんな感じでカチカチと組み立てて入れます。でこれでもう完成。この足のおかげでベルトタイプのフィールド座椅子よりもしっかりともたれかかることができます。背もたれはこうなんですけど、座面はこんな感じで不織布素材になってます。結構厚めですよね。ここが不織布素材になってるおかげで、結構長時間座っててもお尻が痛くならないので、これもね本当におすすめですね。では次にお座敷スタイルのおすすめアイテム3つ目ですね。こちらです。岩谷のミニマルです。岩谷から昨年春に登場したカセットボンベで着火するホットプレートミニマル。
このプレートがついているので焼くとか炒めるとかもうそういったことはもうフライパンなしでもこのミニマルがあれば調理できます。ここに厚みがあるんですね。この2センチくらいの厚みがあるおかげで煮るとか蒸すとかこれ一つで料理の幅をすごく広げることができるんですよ。薄く見えるプレートですが1リットルの水が入る容量があります。デュオキャンプくらいであればお鍋もできる大きさです。身動きが取りづらいお座敷スタイルではコンロやバーナーに鍋などを乗せるとひっくり返る恐れがあるため少し危ないです。ミニマルは鍋をはめ込むタイプなので抜群の安定性がありお座敷スタイルにはぴったりです。あの表面がフッ素加工されているのであの掃除もすごい楽なんですね。油とかべったり汚れちゃっても洗剤で洗い流せばきれいになります。それでこのミニマルにはこのレシピブックついててガレットとかフレンチトーストコンポートペンネ顔マンガイとかどうしようって思ったんですけど今日はあの贅沢にこれで袋麺をね作ろうと思います。もう頑張らない。今日のタンメンはじゃん札幌一番味噌ラーメン。お湯が沸いてきました。なのでお湯早く沸きますね。ちょっといい音がしてきたので開けてみようと思います。じゃじゃーん、うまそう。うまそうです。卵2個入れちゃいました。じゃあすいません、いただきます。夏以外のキャンプに挑戦したいキャンパーさんのおすすめですけど、いつものキャンプスタイルちょっと変えてみたいなってお座敷にするだけでガラリとね雰囲気が変わるのでぜひこのお座敷スタイル私大好きなスタイルなのでぜひやってみてほしいなと思います。この動画が参考になったと思っていただけましたらいいねやコメント、あとチャンネル登録もぜひお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。ちゃんみおでした。